今回は、サスケの幼少から大人にかけての変化がヤバすぎる、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。サスケに一体何があったの？本当に信じられないくらい綺麗になったな。許せサラダ、その話はまた今度だ。あれな時は左下だけだから。この左下の時随分長いな。ナルトに感謝しろよ。イタチが悪い。イタチが悪いよイタチが。オロチマルとイタチとオビトが悪いよ。断層が悪いよ断層が。ウチハの滅亡は普通にウチハのせいだよ。ウチハ迫害して追い込んだのは断層では？こういうところは俺に似るんだろうな。あらゆる意味でひどかったおかげ階段殴り込み。まあ殺したのはホカゲを勝手に戦勝した犯罪者だけだったからセーフ。階段まとめ役の侍のリーダー洗脳するわ。他里の影の護衛やってる重鎮殺そうとするわ。この鳩四大国で戦争起こるところだったから帰って助かった。ストレスフリーの環境だとチャラくなるらしいな。サラダちゃんも7代目カウンセリング挟まなかったらこうなってたかもしれないんだよ。左下からよく右下になれたもんだ。左下期間長くない？ここまで末期になってたのはオビトのネタバラシから江戸天イタチカウンセリングまでくらいで残りの期間は多少落ち着いてたから。初助けが可愛すぎてお兄ちゃんが溺愛するのもわかる。逆に右下が異様に見えるレベル。兄ともちゃんと和解できてその後また暴走したけどダチが体張って止めてくれたからな。いい嫁さんももらったし。ウチハ病の根治はナルトレベルで付きまとわないと叶わないという。話せば本当に長くなるから。鈍かいししばらくのクールぶったサスケもなかなか。変な着物みたいな服着てた頃のパパは大体おかしい頃だから。鈍序盤のスカしてた時期のサスケよりはレボスケのが好き。でもね愚かなる弟よ俺を恨め憎めとか言っちゃう兄さんも悪いんですよ。強くなってほしい。健全に里でライバルと競い合って俺を打て。かける負荷が大きすぎるんだよ。サスケは吹っ切れたから再発なさそうで大丈夫だろうけどサラダは大丈夫なんだろうか。ボルトがタイムスリップするかやったしサラダがタイムスリップする話も作ろう。時間軸は五影階段から断層殺害あたりで。イタチが変なタイミングで過剰な脅し入れなければもっとまともに育ったよな。レボ影の時の話をちょっとだけ娘にするくらいには丸くなった。ぶっちゃけ里のためには断層が悪役になってウチハも滅んだ今が丸い気がする。ウチハもあれだけど断層は暗躍しすぎだろ。ボルトにはサスケが里抜けしてオロチマルのとこ行ったってバレたけどサラダはどうだったかな。ボルトもまだレボリューションについては知らないけど。ヘラルト目玉が変異する体質なのは断層関係なく厄介な一族だと思う。最悪一族内で目の奪い合い始め出すから専用カウンター術開発されるの本当にヤバい一族だと思う。ウチハと千住の助けがけ人事で里をやってればこんなことには。発端の九尾事件がウチハ案件なのは本当だから。そこが余計に話をこじらせる。本編中でもことは松上でクーデター止めようとしてたし水襲撃させて目奪ってるよ。クーデター止められたらウチハを潰せなくなるって理由で。扉間がこいつやばいなここで殺すかってやってるところ好き。肉体をボコボコにしてメンタルはつく読みでお説教する。これでサスケも強くなるだろう。シャリンガン持ちが引き起こした九尾事件だからウチハとナルトが同時にひどいことになった。マダラとオビトが悪い。五影階段乱入は世界的にはともかくこの派的にはファインプレイ以外のなんでもない。大体悪いのはマダラとオビトなのは間違いない。10年以上闇落ちしてた男。オビトとマダラはウチハだけど一族関係ないのが。追い詰められすぎてない序盤サスケがいい子すぎて。断層に漏れば漏るほどこんなもん放置する三代目はどうなのという話になるから正直悪手だと思う。わだかまり溶けてからのナルトに対する信頼っぷりがウチハを感じられるレベル。野生のウチハのせいで善良なウチハが闇落ちしたんだ。断層殺しのおかげで鉱材の甲の部分が増してる感はある。マダラオビトが原因なのをウチハ一族が原因って言い換えるのはひどいですよ。その二人ウチハ一族じゃねえか。死んだことになってるし一族関与してないし。マダラとオビトが悪いのにウチハ一族全体を迫害するのはダメでしょ。オビトが里のウチハ一族をはめるためにやってるからあれを一族の問題にすり替えるのは網折り断層くらいずれてるよね。まあでもことは松上でクーデター止めるの無理だよね。二人洗脳したところでどうにもならん。もともと富岳はクーデター回避したい派だし。ペイン襲撃でボロボロのこの派なのに断層のせいで他の里から袋叩きになるのを防いだだけでもうすごい功績ではある。害が一切ないだけで脳がやられた愛情はそのままだからな。サスケもシャリンガンのあれが3つになってから症状悪化したしサラダもあれ以上進行しないでほしい。憎しみが足りないからだよとか言ったのが悪いよな。その後もイタチの生き様明らかに参考にしてるし。止水、断層は俺を信用してない、の通りならまあごもっともなんだけどただの口実だったのがダメ。三代目はナルトを保護するために無理した分断層にも負い目があったらしいから。
後半からも桜ちゃんはよくまあサスケ一筋で通せたな。イタチの自己犠牲精神が強すぎて逆に弟を追い込んでるのひどすぎる。あいつこの初ブスとか言ってたってばよ。じゃあサスケがされた仕打ちも全部サラダに教えようぜ。忍界にサスケ革命を起こすとか言ってるってばよ。マダラがとか言い出すと必然黒舌やかぐやに繋がるわけで収拾がつかなくなる。マダラも背後には黒幕いるし突っ込み出すとキリがない。マジでサラダちゃんのおじさんが半分悪い。残り4割くらいはこの世界が悪くてあと1割はオロチマル。そもそもマダラって過激すぎて一族からも浮いてたしな。はいはい、わしのせいわしのせい。誰が悪いというとそもそも陸道仙人がどうにかすればよかったものを、もう少し早くにしていただきたかったよね。召喚アイテムを集めて呼び出してくれ。もっと早く出てこいやって話だよね。ナルトが欠片でも美19匹のチャクラ全部取り込んだからようやく出てこれたんだよ。翡翠も浮き肌し任せられない。それは仕方ないかな。クーデター止められたら困るし翡翠殺して目奪うわ。そういうところだよ。俺を殺せば英雄扱いで帰れるだろ、って思ってた兄さんは甘いと思う。13歳が考えた計画だからね。兄折りで3代目通さず断蔵と相談役が好き勝手やってたのはどうなの。所詮兄折りだしどうなのと言われてもな、断蔵便利に使いすぎだろって感想しかない。レボリューションも理屈もそこに至った思いもわからなくはない。当時のうち派は大体3派閥に分かれていたからな。ボルトで2人の切り札が万華鏡シャリンガンと千人モードしかなくなったの辛いけど本来だったら最上位のはずだよね。母親存命ならナルトとサスケがおそらく幼馴染になってたという。クシナとサスケ母はなんかママ友みたいな描写あるからな。イタチ自己犠牲すぎてあれも病気だよね。弟以外全部里に捧げてんじゃん。親殺す時も普通に苦しんでいたし精神的にかなり限界だったと思う。イタチはサスケへの対応悪いけどイタチがあんな行動を取るようになったのって大体マダラと断蔵が悪い。青年になったらナルトの方がモテてるのはそりゃそうだよね。オビトはオビトで親友が思い人殺すところ見たら狂うのは仕方ないよね。サスケのこれまでの生い立ち全部聞かせたらそのショックで万華鏡開眼しそうだなサラダちゃん。イタチの計画かなりガバってるしサスケ本人の意思を完全に無視してるんだけど、13歳の子供が戦争の危険を犯してクーデターに乗るか一族皆殺しにするかの二択迫られて限界メンタルで考えたやつだから。レボ影の悲しいところってイタチが自分を殺せなかったことはあの人の唯一の失敗だったって言ってるところがすげえ重いと思う。サスケは友達が死のとナルトだけじゃないか。鷹の人たちがいるだろ。マダラと断蔵以外はまあかわいそうなところもかなり大きい。恋人に自分との幸せな生涯を遂げた現実見せて殺すのいいですよね。よくねえよ。ナルトとイタチのメンタル両方のおかげでウチハ病感知したのはよかったね。悪化したのもイタチが原因だけどね。イタチがちゃんと説明できれば、と思ったが説明できる状況じゃないからね。時間的猶予があったとしてもイタチがサスケに正しく説明するとも思えないってばよ。クーデターやめませんかって相談するのにラップができちゃうほどの観光例だし。そうは言ってもイタチいないとサスケそもそも死んでいるだろうし。イタチ恋人いたのかよ。13歳で原作でもオビトが家族も友達も恋人もって言ってる。もう後戻りできない状況を作って覚悟決めるために最初に殺したのが恋人のうちハイズミ。大人でも精神壊れてもおかしくないことをガキにやらせる断蔵はさ、陸道仙人の介入の前提条件の10尾チャクラが集まってる時点ですでにヤバい。鷹の人たち友達かな。15は気が合いそうだけど水月とかどうなのかな。サラダ外伝で出てたね。詰めていくとマダラと断蔵が悪いなってなるんだよな。マダラもまだ弟とか後ろにいたかぐやとかあるけどさ、よくよく考えるとウチハ一族やべえな。卑劣様が精神病院作ってウチハ病患者隔離しないから、一度メンタルおかしくしたウチハは変な方向に突き進むから、親と一族を涙流して皆殺ししてクーデター不正でその汚名をかぶりつつテロ組織にスパイとして情報を流して里を守るて改めてひどい。愛が重すぎるようウチハ一族。黒舌が母さん復活のために動くからマダラいなくてもウチハはなんだかんだ滅びそう。黒舌はマダラの前にインドラ操ってるしな。なので大人サスケには存分に面白キャラになっていただく。面白キャラっていうかサスケもともとあんなだったと思う。ナルトと自己ファーストキスしたりスカした顔でテスト全然わかんねえって言い出すやつだからな。キュービ事件の責任かぶせられてニッチもサッチもいかなくなってたからクーデター自体は仕方ない部分もあるのが、カカシさんからイチャタク借りてきてくださいってばさ。一部の頃考えるとあっち方面のガスなんだろう多分。そもそも復讐とかなければチャラスケになるんじゃあいつ。ウチハせんべいのジジババもクーデター起こしたらせんべいに毒とか入れてたんだろうな。イタチが殺しに来たら抵抗せずに殺されるって決めてるフガクとミコトが、
富岳、美琴、イタチ、シスイと比較的まともなうち派多かった世代だから団蔵や相談役いらんことせんかったらそもそもクーデターまでいかなそうである。サスケはもともとカカシ先生のマスクの下を見たがるようなやつだったってばよ。弟子に絶対マスクの下を見せないカカシ、デイダラに絶対仮面の下を見せないオビト。逆だったかもしれねえ。天然の兄と天然の弟だぞ。お互いの両親が健在だったらナルトとサスケはキャラを友達になってそう。皆さんは、サスケの幼少から大人にかけての変化がヤバすぎる、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。